朝ドラおむすび第7週31話から35話の1話ごとあらすじと7週全体の詳細ネタバレです。7週タイトルはおむすび恋をする11月11日から11月15日放送予定です。ゆいは再びギャルになって楽しむことに一方で体調不良時に助けてくれた翔也に何かを礼がしたいゆい。すると翔也はスタミナが欲しいと言い。 31は、家族にギャルをやりたいと宣言したゆいはしもとたは、新人たちが加わった萩やれんの活動に復帰する。その一方で、過労で倒れた時に助けてくれた翔やさの勇人に何かお礼をしたいというと、翔やはスタミナが欲しいとのこと。その返答に戸惑うゆいだが、帰宅してかよみやざきよと愛子麻生久美子にアイデアをもらおうとする。32は火曜放送。 ゆい橋本もとたまがしょさんのいさムトに毎日弁当を渡していることを野球部の監督から注意され、米だけでは様々な意見が出て議論になる。愛子麻生久美子は、この機会に料理を覚えることを勧めるが、ゆいはそういう気になれない。翌日、ゆいを呼び出したし夜は、弁当が悪影響となることが言えなかった理由を話して謝る。33は水曜放送。 ユイはしもとたまは翔屋さんのイサムととの付き合いをどうするか考え、メルトモになることを提案する。一方、翔屋は野球部の監督から野球以外のことはすべて捨てろと言われるが、ユイの提案なら監督に怒られないで繋がれると喜ぶ。そしてユイは、翔屋にメールを送るために、すけ焼き場ではあるが栄養について勉強を始める。34は木曜、ユイはしもとたまは、 庄屋さのイサムトが高校野球の福岡大会で優勝して絶対にゆいを甲子園へ連れて行くというのを聞き、自分も決意を新たにして書道に打ち込む。そして、ついに決勝戦を迎え、萩谷蓮のメンバーたちと球場に駆けつけたゆいは、パラパラダンスを入れたオリジナル、パフォーマンスで、庄屋を大いに応援する。35は金曜放送。 高校卒業後の進路が決まっていなかったゆい橋本もとたは、父正と北村幸也と愛子麻生久美子が作業しているところに来て、自分のやりたいことが決まったと宣言する。それは、栄養を学びたいということで、ゆいはそのために専門学校に行きたいといる。一方、ゆいのやりたいことを聞いた愛子は、正人にも話してみたらと促す。七州では、ゆい、 橋本玉木菜は再び萩谷蓮の活動を始める。萩谷蓮には新メンバーの金、金子美優、レナ、田中美久、めぐ、奥心が加入していた。結いは、過労で倒れた時に屋さんの勇人に助けてもらったため、お礼としてお弁当を作ることに、元気を取り戻した結いは、夕方、いつもの堤防で夜継ぎ屋さんの勇人を待っています。米隊。 持ち入って何だゆいが助けてもらったお礼がしたいと申し出ると、自分の弱点であるスタミナが欲しいと翔也が話します。ゆいは、祖母のかよみやざきよしこに作ってもらった大豆とトマトのスープを思い出し、母、あいこあそうくみことかよに聞いてみます。豚のレバーを勧めるかよに、ゆいは豚レバー入りのお弁当を二つ頼み、翌朝、翔也に手渡しました。 小夜にその効能を聞かれても答えられないゆいですが、昼休みに調べて、放課後、空の弁当箱を返す小夜に丸暗記した知識を披露し、感心されました。家で空の弁当箱を渡すと、中から、うまかった、ごちそうさん、小夜、というメモが出てきました。由いがわを白状すると、だったら自分で作らなきゃダメでしょと母の言葉、というわけで、 次のお弁当は豚肉と玉ねぎのニンニク炒めに決定し、かよに教わりながらゆいがお弁当を作っていきました。しょに褒められ、指を絆走膏だらけにしながらお弁当を作り続けるゆいでした。そんなある日、しょを連れて、福岡西高校野球部の監督、中西剛が米だけを訪ねてきます。あなた、うちのエースをつぶす気ですか 寮の食事は栄養士である監督の妻が管理しているのに、翔也がゆいの手作り弁当を隠れて食べていたことで、体重が増え、体のキレ、も悪くしまったというのです。そして翔也に忠告しますよ次、今恋愛している場合じゃない。甲子園に行きたいなら野球に集中しろ、と、その後、ゆいはメールで翔也に呼び出されました。翔也は、震災について調べてみて、 ゆいがどうせ一生懸命やっても意味ないけんといった気持ちが少しわかったと話します。あんなこと言ってた奴が毎日毎日怪我しながら俺のために一生懸命弁当を作ってくれたんだ。残さず食うに決まってんべでもそのせいで迷惑かけた本当にごめん。それだけ伝えると走り去っていきました。ゆいはそんなまっすぐな翔也に恋をしている自分に気がつきます。やばい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 。本当にやばい。萩やれんのメンバーたちに、 他人の目は気にしない自分の好きなことは貫け、とギャルの掟をてお解かれ、背中を押されたユイは、翔也を神社に呼び出しました。ごめんね、急に呼び出して、ちょっと話があってる千代次君のことが、ごめんなさい交際できません。神社の物陰から萩やンメンバーが出てきます。まじ無理、こいつ、翔也は甲子園という夢のため、野球に専念したいと話します。今、 おめにその言葉を言われちったら、今、俺がその言葉を言ったら絶対に気持ちが揺らぐ。だから俺が甲子園に行ったら、米田結衣が好きだって告白する。結衣と翔也はメルトモになり、結衣は食事のアドバイスなどをしていくことになりました。その頃、絵が得意ない歳後はうちのギャルさんというブログを始め、イラストやちょっとした記事をアップしていました。一方、 姉の歩みなカリーサは時々あちこちの温泉からマネージャーの佐々木多筑馬一ノ瀬渡ると撮った写真を送ってきています。翔也が甲子園に出場できないまま時は過ぎ、結衣は高校生の高校3年生の夏を迎えます。ついに福岡西高校は翔也の高校生活最後の甲子園出場をかけた決勝の日を迎えます。相手は海運高校。翔也は4番ピッチャー。 ユイはハギやれのみんなと一緒に応援をします。ショうのタイムリーヒットで1対0のリードで迎えた9回裏、海運高校の攻撃です。二塁に走者を置いてフルカウントまで粘られるショうあと一人、というところで、ショうは渾身のストレートで勝負に出ます。フルスイングとともに海音が響き渡り、レフトスタンドに吸い込まれていきました。ショうの夏は終わりました。試合翌日、 ユイは翔也に呼び出されます。甲子園出場はなりませんでしたが、翔也はすでに前を向いていました。大阪の社会人野球チームに行くことにしたと話します。そして笑顔になったゆい、に続けます。いいか、次こそ約束すっから、3年間、社会人野球で結果を出して、必ずプロになる。そしたら俺は米田ゆいに好きだって告白する。米体の答えは、好きだよ、バーカ。 一ヶ月後、進路に悩んでいたゆいは栄養士を志すことに決め、両親に話しました。一生懸命やってる人を支えるそういう仕事が自分に向かい取ると思う。両親も賛成です。そして糸志語が聞きました。お父さん、その場所で、もう一回、床屋さん、やりたいんだって。だから家族で神戸に戻ろうかって話してたの。ゆいはどうしたいかよが、こっちのことやったら心配せんでいい。 私もまだまだ体動くし、畑は手伝ってくれる人ならいくらでもおる。というと父、マサト北村幸也は、ありがとうお袋、親父にはタイミング見て、俺から話す、と服をくくります。ゆいは4月から神戸にある栄養士養成の専門学校に入学を決めました。なかなか切り出せないマサトでしたが、ついに栄吉に神戸行きを決意したと切り出します。もちろん栄吉は、そのことを許さず、 マサトと喧嘩になります。ゆいは見事な野菜畑で栄吉に話します。見てこの畑内は糸島が水筒島の人も町も海も山も畑も食べ物もおじいちゃんもおばあちゃんも、みんな大好き。お父さんやって同じ気持ちやと思う。栄吉は言いました。みんなで食卓が囲んで飯食うて、酒飲んで、泣いたあ見て、怒ったり、笑うたり、喧嘩したりするとが楽しかった。 それがもうできんくなるそげなことがどんなに大切なことか。そんな長吉にゆいは、夏休みも冬休みも春休みもゴールデンウィークも、年末とお正月も必ず遊びに来ると約束しました。神戸でんどこでん行けばよたいばってん辛いことがあったらいつでも帰って来い。俺もかよも、いつでんまっとうけんここはお前らんこ兄弟。栄吉の思いを聞いて、ゆいの胸は熱くなりました。